ということで、的場ビル、千住ビル、南でもちょっとこっちはその本通りじゃない方のちょっとよりよのよ、途中の道ですよね。これ右曲がれば、道頓堀、あっち、恵比寿町とか、あ、これは何でしょう、ニューハーフバー、ハーフウーマン、的場店、生ビール、40分ごと1000円、安いな、これ、歌い放題、飲み放題、40分1000円、ね、これ安いでしょ、これ。ここやろ、ちょっとどんな感じかなと思って。いらっしゃいませ。ここはカラオケ、歌い放題でね、スナックプサン、ね、韓国風の店でございますね。ガンプラ、ガンプラバー、これいいな、ガンプラ、うん、これチャージ600円で、オーダーワンショットショットで700円なら、まあ別にね、ガンプラ好きな人ならもうこれ全然毎日でも通いたいような店じゃないですかね。やっぱり店特色がやっぱりここはここ、ここはで、これくまモン専門店だから多分くまモン好きな人がたくさん来る店だろうし、あそこは ミサイルでしょ、ミサイルね、マニアがミサイルをね、好きな人が来たりとかする感じでしょうか。サーロンステーキ串12000円串、ということで、これね、ステーキの神戸牛、神戸牛っていうことで、これ露店でやってるんですけど、店で食うぐらいの価格じゃないかな。串でさらに1万2000円か。結構1貫赤身で500円とか、結構いい値段ね、してるじゃないですか。あれはちょっと店で食べるより高いかな、逆に。やっぱり目的がね、あってね、そのぶつからないように、お祭りやね、まあ、これで手を振ってあげれば、この人たち全員がこっちを向いてね、手を振ることになるんですよ。じゃあトライしてみましょうかね、振ってみましょうか。いきますよ、振りますよ、ほら、まあ、この辺りは、御堂筋からしたら、逆の方ですね、道頓堀と、ちょっと外れの方に、歩いていってる感じで、まあ、こう点々と、飲食店とかお店があるんですけども、店の数はやっぱりね、断然少なくはなってきてますよね。こっちの通りは、ね、奥まで結構昔はお店はなかったんですけど、アパホテル、うんうん、これのアパができたか、うん、ベトナムレストラン、ベトナムのレストラン、アッパー、アッパー、
ということで、こっちは御堂筋からちょっと道頓堀の真裏が真裏やね、これね。でも風俗街の間にこうちょっとね、カフェっていうか外で飲めるところもあるし、ここは穴場っていうか、あまりね、南ではこの辺はちょっとボーリング場のねピンもあるし、これ初めて歩くな。あ、帝国ホテルとかね、普通のホテル街もあれば、飲み屋さんもあれば、これは何、あ、ヘルス関係か、風俗関係の店も多いですよね。おでんとかね、外でおでんも食べれるし、かといって別にそこまで怪しい雰囲気もないところの間に点在、いろんな店が点在してるっていう感じですかね。これは、ね、ヘルスリチオンの、ね、ジョアクフードバーみたいなね、焼肉屋アリーの、ね、あのショットバーアリーのっていうかな、まあ、たこ焼き屋さんもあるし、たこ焼きアリーので、あ、みんなこれいいな、ホットドッグ、ね、ホットドッグ食べながらちょっとショットで飲むっていう感じで、たこたこキングもあるし、これ外国の、ね、方多いですよね、うん、結構ね、この辺はまあその一つの一角として成り立っているのかな。あ、こっち曲がってみれば、うん、ちょっとまた坂、この辺は全然エスニック調というかね、あのパブリッシュというか外国のそういうシステムに、ね、なってるようなパブとか、そういう飲み屋さんがね多いですね、うん、ホテル街もちらほらとあって、で普通の一般のね、こう会社もあるし、外飲みね、結構各地的にね、少しちょっと飲もうかなっていうのは、せんべろ的な店もよくあるんで、道頓堀よりもリーズナブルじゃないかな、こっちの方が、うん、ちょっと外れだけど、道頓堀よりはちょっとリーズナブル、そしてホテル街かといってそういうね、シーンとしてる雰囲気でもないし、雑貨とかこういうねショップもありますし、まあ、ここは結構立派なね店で、これ、あ、仮の砂本、ここも結構老舗っぽいようなね、結構普通のゴージャスな店もねありますよね。この一角をちょっと散策してるんですけども、これ風俗店ありの、各地ありの、たこ焼きありの、コインランドリーアリーノ、飲みは多いですね。あ、いい匂いしてるな。こっち行けば戻るんじゃないのかな。ここは、あ、ラーメン店すごく美味しい、なんか変わったラーメンだな。ね、外国のラーメン店かな、大阪の帝国ホテル。裏道っていうかね、少し裏道に入るとちょっと閑散として、駐車場とかまだあの土地がたくさん空いてるんでね、これからこの辺が、区画整理っていうこともないけども、店が立ち並んでいけば一つの、そういう場所に、雨村ではないんだけども、もう道頓堀はね、もう開ける、ある以上開ける場所がないんでね、この辺がどんどん店ができれば、またスルホテル、グランドサウナ新沢橋、おお、すごいじゃないですかね。